ゃあ始めていきましょうか。はい。私ちょっとジャーミーさんにリクエストしてたんですが、聞きました。はいはい、聞きました。ちょっとだけ私天草のことをちょっと調べた。見えますかね。すごい。そうなんです。実はちょっと私九州に行ったことがなくて、それですごくちょっと興味があったんですね。天草に。で、はい、私はすごく島が好きなんですよ。昔スキューバダイビングをしていたので、よく島に行ってたんですね。そう、それでね、もう島が大好きで、九州も行ったことないし、すごく話が聞きたいと思ってたんですけど、私がじゃあちょっと調べたことを、ジャミさんもちろん知ってるんですけど、はいはい。天草市、熊本県なんですね。私実は長崎県だと思ってたんです。そうですね、実は長崎とちょっと近いですね。近い、そうなんです。本当にごめんなさい。いいえ。ですね。で、ジャミさんはここにいたんですよね。そうですね。で、あとは、私すごく人口を知るのが好きなんですけれども、人口は8万人でいいですか？はい。で、世界文化遺産があると書いてありましたが、さっきつ、はい、で、キリシタンの島として知られている。そう、有名な教会がありますね、さっきつ。写真を見たらとても綺麗でしたね。はい。で、あとは、聞きたいことはこれなんですけど。へえ。まず、なぜ天草になったのかということから聞いてもいいですか？でも実は選べなかった。やはりそういうもんなんですね。それは一応希望とかは出すんですか、ALT の？そうですね、実は島か都会かあと田舎か、それを選ぶことができます。できるけど、選べても違うところに行くこともあります。そうですね。すみません、ちょっと日本にありがちな感じですかね。日本、日本で選んでいいよって言って、日本側が言われるけど、いや実はこっち行ってねみたいな。はいはいはい。そういうことです。ごめんなさい。なるほど。でも私は、選ばなかった。何でもいいと思ったんだ。なるほど、はい、どこでもいい。なるほど、そうですね、はい、何でもいいと思う。なるほど。じゃあ、選べても、さっきの日本語だけど、そうだね、選べても、なんていうんだろうね、選べても違うところに行くかもしれないっていう言い方かな。なるほどね。そういうことがあったんですね。それは行くどのくらい前に分かるんですか？2ヶ月前かな。なるほど、2ヶ月前ね。じゃあ意外と前、もう間もなくの時ですね。それで天草と分かった時、どんな気持ちでしたか？ちょっとGoogle で調べて写真を見ました。本当に綺麗なところだと思ったんですね。私は海も大好きで、本当にいいと思ったんです。なるほどね。はい。ここは他に ALT の人は行きましたか？はい、ALT の人、何人ぐらい？13人ぐらいかな。13、すごいね。じゃあ、そう、天草だけで13人の ALT がいる。そう、すごい、意外に多いです。じゃあその人たちはみんな近くに住んでるんですか？そうですね、
はい、ほとんどの ELT 先生は、うん、近くに住んでいます。それはあの国は皆さん どこからとか あるんですか。そう、アメリカとか、カナダ、カラビアンなんて言うんですか。ああ、はいはい、中東の方から、日本語で言えないんですけど、ジャマイカ、ジャマイカ、ジャマイ。あ、ジャマイカ。はい、日本語もね、ジャマイカです。ああ、ジャマイカ。はい。はい、ジャマイカ。へー。はい。わ、でもすごい多国籍で楽しいですね。そう。はい。そうです。じゃあ皆さんで集まってなんかパーティーしたりとかも、はい、あります。わあ、なんかいいですね。あの若い時外国でそうやってみんなでね、あのいろんな人と知り合って、そう、いい経験ですね。はい、いい経験だった。ねえ、はい、じゃあすいません、じゃあ今度天草の話に行きましょうか。はい。うん、じゃあまああのその食べ物とか自然とか。まあ、ここがいいですとかあったら教えてください。はい、あ、写真もあったらお願いします。はいはい、準備しました、はい、あ、準備した。じゃあちょっと私これ共有を切ります。はい、お、はい、先生は見えますか。あ、見えます。大丈夫です、バッチリ見えます。はい、実はそれ失敗の話があります。失敗の話、はい、出てきた。はい、何、はい、あの日は、一人で寿司屋さんに、ところに行きました。かっこいいね。うん、そう、なんか寿司セットを頼んで、でもこれ生姜って言うんですか。うん、生姜、ガリ、あ、これガリ、なんて言うんですか。矢印がついてます。なんて言うんですか。ガリと言いますね。ガリ、うん、ガリ、うん、じゃあ、あの、あ、寿司屋さんって言うんですか、あの人、あの方は、なんて言うんですか。この人ね、あの、はい、まあ、寿司職人とか具体的に言うとなんて言うんだろう。シェフ、寿司、寿司職人とか、あ、寿司、なんだろう、おやじさん。あ、そう言われると、突然言われるとなんて言うんだろう。寿司オーナー、おやじ、違う、なんだろう、まあ、寿司屋さんですかね。はい、寿司屋さんにしようか。寿司屋さん、はい、寿司屋さん、はい、寿司屋のおじさんだ。寿司屋のおじさん、はい、はい、寿司屋のおじさんはガリを置いて、私はその時本当に、寿司を食べるのを楽しみにしている。だから、いいよ、楽しみにしていた、はっきり見なくて、一口このガリを食べました。全部食べちゃった。食べちゃった。あの寿司屋さんは本当にびっくりしました。えーって。私もこれをちょっとショック。これを、このガリを全部食べちゃったんですね。はいはい、一口で。はい。あ、一口でね。はい。あー、そっか。これはでもジャーミーさんのガリ。はいはい、だよね。はいはいはい。あ、でも普通は少し、あ、確かにちょっと辛いからね。はい。あ、その後多分おじさんがまたこう追加してくれましたか。はいはい、あとはちょっとアドバイスをくれました。それはちょっと少しだけ食べた方がいいかなって言われたんです。はい。ちょっと可愛いお話です。そう、恥ずかしすぎた。でもちょっと私なんか回転寿司ばかりですから、もう多分普通に私も食べちゃうかもしれない。あ、そうですね。
なるほどね。あ、ちょっとでも可愛いお話ですね。はい、私は失敗な話がたくさんあります。聞きたい聞きたい。はい、じゃあこの辛いのは平気、大丈夫ですか？平気ですか？ちょっとね。でもしょうがないですね。それは。その時はたくさんのお茶を飲みました。はい、飲んだ。なるほどね。うん、あ、で、ここでジャミさんはもう寿司セットというのをもう注文、決まってるものを注文したわけですね。うん、はい、注文ですね。あ、それならいいですよね。なんかよくこう値段が書いてないので、いろいろ頼むとすごい高い値段になってしまうから、こういうお店はもう高くて、そうそうそう、セットを頼んだら、なんか安心そうですね。そう、でもそれはいい方法ですよね。じゃあでもここにね、外国人の方が一人来て、なんかね、寿司屋のおじさん嬉しかったですね。ここには何回か行ったんですか、その後？その後は行かなかった。行かない、はい、もうできない。違うところに行きました。はい、なんかね、日本語が上手になった時にまたおじさんとこ行って、お、変わったな、はい、って言われるとね、よかった。ああ、なるほどね。いや、でもね、またそういうのも後々ね、今になってとても面白い話ですよね。そう、なるほどね。そうかそう。はい、じゃあね、ジャーミーさん、一つだけいいかな。あの日と言ったね、あの日。これね、その日は、その日はかな。はい、あの日。その日。その日。じゃあ、どっちの、ね、あの日は。あの日はっていうと、そうだね、2人が知ってる時、あの日寿司屋に行ったねって言うけど、まあジャミーさんだけ知ってることは、まあその日はで話すといいね。はい、じゃあ次の写真お願いします。はい、これはカフェ、天草は田舎なのにたくさんのいいカフェとかあります。その日、カフェに行って、美味しいご飯を食べました。でもは、お金を払う時お会計なんていう、そうだね、お金を払う時、あとお会計でもいいですよ、会計の時、お会計の時は、財布をなかったっていうのを、気づいた。本当いいですよ。お会計の時財布がなかったのを気づいた。OK。だからどうしようって思って、困るのは、そのカフェはもうすぐ休憩を取る。休憩、例えば1時とか2時とか。はいはい。はい、カフェの人に謝って、友達に、電話をしました。だから友達が、助けました。友達が、そうだね、助けましたより、友達が、そうだね、まあ、友達に助けられましたの方がいいかな。友達に助かる、友達に助けられました。助けられました。はい。本当。ここはじゃあ、家からは遠いところだったか。はいはい。車で20分ぐらいですね。本当。じゃあ結構遠いところに行ったんですね。そう。そうだよね。また戻ったらもう40分で休憩になっちゃうもんね。そう。本当。その時免許証は持ってましたか？わからないんですね。実は。そう。私、財布に免許証を入れてるので、なんかもう財布忘れたらアウト。そう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 。じゃあ多分同じです。同じだった。はい。本当、それはショックでしたね。で、お友達はすぐに来てくれたんですか？はい。
よかったですね。でもお店の人はどうでしたか？まあ、もちろん優しかった。うんね、外国人だしね、こういう島の人たち、まあ、日本人だから、うん、そうかそうか、で、あの車も運転してたんですか？はい、車はじゃあみんな車がありましたか？うん、はい、みんな車を買いました、うん、買いましたね、うん、はいはい、それはあの国際免許で大丈夫でしたか？1年間そうですね、うん、でも、うん、2年とか3年とか、うん、テストを受けないといけない、うん、あ、そうそう、テスト受けないといけない、はい、いいですよ、うんうんうん、はい、あ、そうですね、じゃあ1年だったら大丈夫なわけ、そう、ね、そうですね、でも この前シンガポールの学生さんに聞いたらシンガポールはすごく車が高いって言ってたんですけど、そうです、うん、びっくりした、うん、で、あのジャミさんはシンガポールでは車を運転してたんですか？免許がありますけどあんまり運転してないんですね、うんうんうん、あ、そうですか、うん、じゃあ日本で運転した感じですね、うん、うん、え、あれ？どっち側通行？え、同じです、あ、同じ、本当、あ、はい、本当にじゃあ大丈夫ですね、うん、そう、そうか、でもね、いろいろといいですね、行けてね、車があったらいろんなとこいろいろ行けますから、うん、そうそう、すごく便利ですね、広がりますね、はい、うん、まあ、天草は田舎だから、車がないと行けないんですね、どこにも行けない、そう、車がないと、そうだね、うん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 、そうだね、よく、まあ、うちも田舎だからそうなんですけども、車がないと生きていけないんですね、そうか、いいですね、まあ、でもこういう素敵なカフェも、はい、あのジャミーさんいろいろ自分で調べたりして、あの一人でよく行ってたんですか？うん、そう、でもいつも一人で行くと困ります、うん、あー、ね、でも私すごくそういう一人で行動するのって私もすごく好きなんですけど、あの私結構そういう人が好きなんですまあ私に好きと言われても困ると思いますけど、なんかすごくあの友達といるのはすごく楽しいですけど、でも一人でも楽しめるっていうのはすごく、あの人生でいい、あの楽しみが倍になるんじゃないかなと思って、なんか一人の時間を大切にするのはね、すごくいいなと思います。うん、そうですね。うん、うん、ね、あのシンガポールに戻ってきても割とあのあちこち一人で出かけたりとか、自分で興味があることやったりとか、ますか？そうですね。シンガポールはそれはちょっと難しい。と思います。なんか、なんていう成績のなんか知っている人が多すぎて、なんかいつも、あ、今日はその友達、その、あ、この友達に会うとか、うん、明日はと違う。あ、なるほどね。あ、まあじゃあそれはそれでこうなんかあのね、シンガポールスタイルというか、うん、お友達がいつもいて。それはそれでじゃあね、楽しめますよね。ちょっと疲れますそう、時々、まあじゃあ一人の時もまああるといいかな。なるほどね。はい、あ、いいですね。はい、あとは、ああ、おお、これは、うん、倉竹っていうんですね。山の上に、はい、それは神社、うんうん、神社っていうんですか、うんうんうん、があります、うん、神社ですね、これは、うん、はい、有名な神社があります。なるほどね。あ、ここはじゃあとても高いところですね。はい、実は友達と、なんていうトレッキング、ま、のはい、登りたかった、うん、はい、うん、そうだね、ハイキングとか、まあ登るかな、うん、うん、まあハイキングします、いいですよ、うん、うん、でも、うん、車で、駐車場を探して
いるうちに、うん、うん、いいよ、駐車場探してるうちに、うん、とてもいいです、うん、なんか上に着いた、うん、ハイキングしたかったけど、はい、結局できなかった、うん、あ、できなかった、はい、あ、じゃあ車で登る人も多いんですね、うん、そうですね、じゃあそれはハイキングしたらどのくらい時間がかかるんですか、うん、多分2時間かな、あ、うん、それはじゃあ車で行く人は多いですよね、うん、そう、あ、なるほどね、うん、でも2時間登るとこんなに高いんですね、はい、でもその日は、あの、うん、そういうことがあった警察、うん、おまわりさん、え、なんていうの、うん、おまわりさん、おまわりさんに泊まれました、うん、信号、うんうん、信号、はい、これはなんていう、赤信号が、うん、うん、点滅、こう、はい、こんな感じうん、あの日本語ね、うん、チカチカとかピコピコとか、ピコピコ、点滅とか、点滅、点滅する、点滅、うん、うん、点滅していました、うん、はい、うんうん、点滅していたのに私が止まらなかった、うん、車、うん、止めなかった、止めなかった、うんうん、いいよ、赤信号が点滅していたのに、停止かな、停止しなかった、うん、これかな、うん、はい、本当、じゃあ赤信号それっていくら、いくらって人なんだけど、はい、いくら、罰金ですね、うん、罰金、はい、そうそう、罰金、7000円、あ、7000円なんだ、まだ良かったね、じゃあねそうですか、私は本当に高いと思ったんです、本当、もう本当高いけど、私あの一時不停止ってあるんですよ、一時不停止、うん、あの止まらなかった、ストップで止まらなかった時、うん、あの一時不停止、これね1万5千円でしたね、うーん、シンガポールはそういう点滅してることはないんです、うんうんうん、ああ、うん、だから、ゆっくり行くことだと思いました、うん、ああ、そういうことですね、それはそうか、ゆっくり行くのはないね確かに黄色はちょっと注意して渡ってもいいみたいな感じだけど、赤はね一度停止ですね、うん、そっか、ではちょっとねもう悲しかったですねちょっとびっくりしました、うんうんうん、そういう時って日本語で話すんです、そういう時英語で Oh no とか、あ、うん、言うと、そうですね、簡単な日本語で本当はたくさん話せるけど、はい、本当それはでもちょっと残念でしたね、本当に、うん、あ、じゃあこれはおまわりさんの写真ですね、うん、そうはい、ごめんなさい、なんか辛い思い出を話し、面白い経験だった、うん、本当、うん、でもまああの、ね、事故とかじゃなくてよかった、ね、うん、うん、そう、うんうん、はい、あら、これは、へえ、これは ALT の皆さん、あ、はい、このみんなで行ったその蔵岳のところですか、それは、そのところは、あ、蔵岳じゃなくて、うん、でもあのところの名前を忘れちゃったすいません、忘れちゃった、はい、いいです、多分たくさんあるんでしょうね、うん、こういうのは、そうそう、でも桜を見に行きました、うん、あ、ちょっとみんな服装がでも春の服ですね、ちょっと寒い感じの、うん、そう、この後ろがあのちょっと咲き始めた桜ですね、うんうん、そう、うんうん、うん、なるほど、いいですね、これ皆さん国籍はどこですか、右左の、うん、帽子、うん、あ、はい、帽子を、はい、食べてる人はカナダ人です。あ、カナダ人、うんうんうん、はい、右
の方は、うん、出身地、出身、まあ、ね、オーストラ、まあ、オーストラリア人なんですけど、オーストラリア、うんうんうん、あの人の両親はスリランカ、うん、あーはいはい、うん、なるほど。じゃ あ, あのスリランカの方があのオーストラリアに行ったっていう感じですね、はい、うんうんうん、なるほどね。はい、わかりました。うん、ジャミさんね、ここもね、その人、その人かな。はい、うん、この人、うん。あとね、この人でもいいですよ。ああ。うん、そうそうそう。あの、その、ちょっと難しいよね。そう、難しい。うんうん。そうだね。2人で話して、2人が知ってるときはこういうとき、あの日。じゃあ、この日、うん、その日、どっち、うん、うん、その日、うん、あ、その日で、この日、あとその人、うん、あの、うん、人に新しいことを教えるとき、そのとか、それとか言うんですよ。あの、ちょっと それに、そにはその意味があって、うん、うん、うんうん、でも大丈夫です。いや、いいです、難しい。うんうん、でも大丈夫、あの、少しずつ、うんうんうん、言ってけば大丈夫なので、うん、うん、いいですよ。でもいいですね。あら、ここは、あら、はい、餃子パーティー？ポーランドの餃子、うん、作りました。はい、作った。あ、はい。ちょっとね、聞いたことがある。テレビで、うん、あの、なんかポーランドとかちょっとあっちの東のヨーロッパの人たちが、なんか餃子みたいなのを作ってたけど、うん、この2人は私の、うん、仲良し？うんうん、だった、うん、仲良しいいよ、うん、うん、よくパーティーとか、うんうんうん、知って、うん、あとはあハイキングを、はい、旅行とか知ったりします、うん、はい、あ、そうなのね、うわー、いいですね、うん、でこのポーランドの餃子はあの中にお肉や野菜が入って、うん、野菜ですね、はい、あ、全部野菜、うん、全部野菜と思います。それを茹でるんですか、この鍋で茹でる、はい、茹でるって分かる、うん、で、味は何かソースとかあるんですか。ソースはバターと、うん、なんか多分特別なソース作ったけど、うんうん、どうやって作ったか忘れ覚えてないんです。覚えてない、うん、はい、覚えてない、覚えてない、あ、ほんと、はい、うん、まあ、また聞けばね、大丈夫ですでも美味しかったですか。はい、美味しかった。バター味なんですね、ちょっと想像つかないね、あの、どうしてもね、あの、中国の餃子を思い出しちゃうので。でもこの餃子の皮は日本の餃子の皮ですか。いいえ、自分で作った皮ね、すごいね、多分、うん、違う作り方だった、あ、本当、ジャミさんは自分で餃子の皮を作りますか。自分は作らないですね、でも友達は料理が上手だった、はい、だから教えてくれました、はい、ラッキーですね、はい、ラッキーです。そうなんですね。わあ、でもいいですね。いろんなこういう文化交流ができてね。うん、そうなんだ、うん、ね。いいですね。なんかみんなじゃあこうやって時々集まって、うん、うん、いろいろこういう時に英語で話すんですか。はい、うん、そう、もちろん英語で、はい。もちろん英語だよね。そう。そうですね、はい。みんな他の方は日本語はどんな感じでした。あの、すごく頑張ってたとか、そうですね、3人はレベルが大体同じで、うん、うんうん、大体同じ、いいよ、はい、うん、あ、じゃあ同じだった、いいですよね、うん、そう、うん、たまに、練習、うん、練習しました、はい、一緒に、はい、ほんと、うん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 、ああ、いいですね、うん。今でも何か連絡取ったりしてますか。はいはい。LINE でちょっと連絡します。時々。LINE、はい、で。そのまま日本の、はい。そうそう。はい。なるほどね。日本に行く前は、みんな WhatsApp のアプリを使った。う
でも日本に行ってから、LINE に、はい、変えた。そうだね、うん、日本人だけなんですかね、LINE はね。うん、ねえ、あ、本当、じゃあまた引き続き使ってください、はい、日本を思い出してください、うん、はい、ありがとうございます。すいません、はい、これは、うんうん、日本語の教室、はい、うんうん、1週間1回この日本語教室に行った、うんうんうん、これは何か、あ、ごめんなさい、はいはい、この日はテレビの人が来ました、うんうん、ああ、テレビ局だね、うんうん、あ、地元というかそのニュース、うんうん、説明できないんです。うんうん、ちょっと、天草はこういう、教室が、外国人に向けな教室が、うん、外国人向け、うんうん、教室があるのをちょっと紹介したかった、うん、いや、すいません、はいはい、いいよいいよ、外国人向けの教室があることを紹介します、うん、で大丈夫。あ、じゃあすごくいいですね、そうやってまあ、行政っていうんですけど、天草市がこうやって外国人のためにね、うん、こういうのがあると、うん、じゃあこれにはもう ALT の人や、あと、まあ、日本に住んでる、その天草に住んでる外国の方が来てたんですか。うん、うん、そう、うん、あ、すごい。でこれは、あ、なんか車の運転のなんか、はいはい、ロールうん、ロールプレイヤー、はい、だった、はい、なんかすごく楽しそうですね、うん、はい、誰かにぶつかったらどうするかを、はい、ちょっとロールプレイしてる。すごい、そういうちょっとリアルな設定ですよね怖い、はい、こう怖い設定だけど、でもすごく大切なことですよね。そうですね、救急車を呼ぶのはちょっと練習しました。練習、あ、そうですね。でも本当、あ、それは素晴らしいです、うん、ここまでやれるね、天草市ってすごいですねそう、うん、すごい。なんかやっぱそういうことって私もあまり思いつかなくて、うん、うん、やっぱそういう設定ってありますよね、生活してるとね。そう、あ、すごい。でもいろんなことをねやって楽しそうですね、うん、すいません、これはじゃあは、はい、有名な岩なんですけど、これどなた、キャミさん、はい、本当はちょっと別人、はい、変な顔してますこの岩は、いっぱい、おっぱい岩っていうんです。おっぱい岩、うん、そうですか、わかりますか、はい、なんで形、あ、形はわかります。はい。うん、ここは海ですよね。はい。うん、これは観光地です。天草の。ちょっとおかしい。例えばここに行くと何かいいことがあるとか、そういうのはありますか？この岩だけ。うん、この岩。そう。あ。よくこうね、よくご縁があるとかパワースポットとかよく言葉があるけど、うん、ここはじゃあ特にそういうのはなくて、この岩です、はい、まあもちろん景色が綺麗なんですけど、まあ、天草にどこにいても景色が綺麗ですね、うん、はい、だからこのところはこれはメインはいですね。でもこの遠くに見える山なんかもね、うん、すごくいい雰囲気ですよね、うん、うーん、あー、じゃあすいません、面白い、なんか新しいジャミさんの一面を見たすいません、はい、外国人っぽいですね、うん、はい、確かにそうですね、はい、あと、あ、これ動画、イルカ、はい、イルカを見るのを、はい、天草の特徴、うんうん、はい、特徴、はい、
イルカを見に行きました。これは季節はいつですか？12月に行ったんだ。日本は12月なんですね。うん、うわ、これは 朝ですか？これは多分、午後3時。なるほど、午後でいいわけですね。すごいですね。もうじゃあもう何十匹と。あ、そうですね、多分25、25ぐらいですかね、ぐらい、はい。あ、すごい。じゃあこれは見るのにしばらく待ったんですか？うん、このイクラ、イルカの、店店なんて言うんですか、イルカウォッチング、はい、イルカウォッチングの店っていうんですか、うん、イルカウォッチングの、そうですね、イルカウォッチングショップ、ショップ、はい、ショップの方がいいですね。よくショップって言いますよね。はい、はい、うん、ショップに行って、ちょっと予約をして、うんうんうん、でも行く前ちょっとイルカがいるかどうかすごい、難しい、すごい日本人っぽい、あの日本親父ギャグ、はいはい、はい、知ってます、親父ギャグですけど、まさにそうです、いいです、イルカがいるかどうかです、ちょっと、はい、チェックします。あ、うん、イルカが行ったら、うん、船で行きます。はい、なるほど、あ、そうなんで、じゃあもう本当ラッキーでしたよね。うん、そう、わあ、すごい、うん、いいですね、うん、うわ、実はこのショップに行った時、うん、この日はイルカが、いなかったって言われたんです。あ、うん、でも30分後、うんうん、電話をしました。あ、イルカが、イルカが発見したって。発見しました。発見した、発見した。はいはいはい、はい、うん。うん、イルカを発見した。はい。はい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 。あ、すごい、じゃあ、いつも誰かが船で海にいて、で、連絡取っていたいたっていう感じですか、ね、はい。すごいプレーですね、うん、もう、うん、あ、こういうの連携プレーって言うんですけど連携プレーっていうか、あの連携って分かります？なんかつながることなんです、ね、連携はどういう意味ですか？あ、連携は何かと何かがつながってるってことなんですけど、あの電話、船にいて、うん、ショップに電話をかけて、うん、ここでつながりますね、これ連携っていうんですよ。でプレイは、まあまあ、プレイあの、はい、プレイですけど、うーん、はい、わあ、すごいですね、わあ、はい、面白いです、うん、なんか私もうね、コロナで旅行に行けなかったので、なんか自分が今日はすごく旅行に来たような感じですごく楽しいです、うん、いいですかね、はい、はあ、すごい、まあ、あ、これは、あ、はい、これはホタルの光です。すごい、よく写真撮りましたね、はい、天草にいる時は、ホタルを見に行きました。うん、本当にびっくりしました。こんなにたくさん、ホタルがたくさんいるのを、思わなかった。うんうんうん、いいよ、蛍がたくさんいると思わなかった、うん、と思わなかった、うん、見た時はちょっと泣きそうになった。はい、本当に泣きそうになった、分かります、うん、もう感動でもう胸がいっぱいになりますよね。そう、あの蛍って知ってましたか？はい、でも見たことはない。ああ、ホタルって外国にもいるんですね、じゃあ。うん、
そう、私日本のものかなと思ったんですけど、でも本当にうちの近くも、まあ、そういうホタルのいる場所っていうのがあったけど、もう本当に少なくなってきて、でも天草はまだこんなにあるなんてすごいですね。その時はあの、本当にジブリの映画みたいだと思ったんですね。あの蛍の墓、だから、感動しました。あ、そうですね。あ、そっか、じゃあもうその前に蛍の墓のであのジブリの映画を見てた、はい、あ、そうか、それならもう本当に感動しますよね。すごい。これは季節はいつですか？8月ですね。8月？だから、じゃあ、そうです。7月かな。夏ですね。なんかうちの方はだいたい6月ぐらいとかだったかな。ちょっとあの梅雨の後か夏の前かそれぐらいだったんですけど。そうですね。はい。すごいですね。うわー、なんか素敵な経験ばかりですね。あ、すごいですね。あの、すみません、はい、先生、あと時間になりましたので、すみません。あ、時間、あれ、あっという間に。あ、はい、すみません、私60分だと思ってた。ごめんなさい。いや、今日は本当にありがとうございました。なんかあのすごくあの私楽しいあの時間になりました。はい、楽しかった本当に。またあのね、あのジャミさんの動画見せてもらいます。ぜひ日本語の勉強頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた。お元気で。はい、さようなら。